帰り。どうだった？やばい、うん、やばかった、ベル君。はい、早く家に帰った方がいいから。いや、これ、はい。車持ってきてくれ、うん、やった。どこで飲むの？いつもの出入り口の方。はんちゃん、車持ってきてくれるって。ワンって言ってる、あいつ。やばい。ちょっと待ってよ、これ一番やばいんじゃないの。泣いてる、あいつ。来た。やばい。すべて死んだ、ベル君。死んだっていう言葉が一番ふさわしいわ。死んだベル君を。ベルちゃん行って、そう、上にいなさい、そっちに。ベル君今上げれないから前に行きなさい。前に座って、ちょっとベルちゃん前に座って、今パタパタすんじゃねえ。ここでベル君前行って、前、やばい、そう前行って。ちょっと待ってよ、なんかタオルなかったっけ。あったやばい。死んだね。やばい。なんで川遊びした後こんなに濡れてないの。ベル君、久々じゃないかこれ。早く帰んないと家の中こうなってるよ。あー、久しぶりだったね、ベル君。ベル君顔から水滴ってるよ。なんでベル君、俺車取りに行ったらずっとあそこにいたんじゃん。そうなのさ、迎えに行っちゃったもん。待ってでしーって、私迎えるでしーって言っちゃったの。両手にいっぱいだった。凱旋パレードみたいな。やばかったね、ベル君。やばかった。びっくりしたね。あ、何かと思ったよね、あれね。ベルクずぶ濡れだよ、だって。ベルク家帰ったら分からないためだ、それ。タオル巻いてるけど、かわいい。でもしかもこの子ね、下汚いから寝転がりたくないんだけど、眠たいんだよ。目シパシパしてるもん。どれ、かわいい。目シパシパ。めちゃん何、冷たくて気持ち悪いけど眠たいんでしょ。眠たいね、疲れたよね。山走ってからだもんね。ずぶ濡れ、お風呂洗ったみたいなの。ふぅ、冷たい。ベルクのこのあれだわ、ドッグランバッグ中のティッシュまでべちゃべちゃだわ。死んだ、死んだ、完全に。まあ、中学生のがよく使う言葉。死んだ。立ってるけど。なんか切ない。
い目で見てるんだけど。いや、焦点合ってないもん。眠たいの。じゃあ顔拭いてあげっか、ベル君。